ゲームキャプテンとしてこういうピッチコンディションの試合に臨みましたけど、はい、J リーグでもこういったピッチコンディションの試合ってありましたか、うん、まあ、数は少ないですけどありましたね、うん、やっぱり思い通りには進まないものですか。そうですね、うん、やっぱり、まあ、ある程度割り切らなきゃいけないところもあるし、まあ、自分たちが出したい全ては出せない中でもやっぱり勝ちに持っていかなきゃいけなかったので、うん、そういう意味ではまあ、難しい試合になるのは分かってたんですけど、まあ、最後の決定的なチャンスをなかなか作れなかったのが悔しいですね。後半公式記録でシュート1本はい、うん、そうですね、まあ、もっとこうなんだろう、まあ、質もそうなんですけど、まあ、質っていう意味では難しいところもあったので、まあ、人数をかけて勢いをとかっていうところは出していかなきゃいけなかったと思いますし、まあ、難しいですけど個人で打開していくみたいなところもこういう難しいゲームでは必要なのかなっていう気もしているので、まあ、個人とチームともっとレベルアップしていかなきゃいけないなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。